にちは、こんばんは。 V チャンネルのお時間です。今回ご紹介する商品はこちらです。はい、シルバーストーンのジェミニシリーズという電源、今回ご紹介するのは SST-GM600-G80 プラスのゴールド、規格のものです。はい、リダンダント電源といいまして、片方の電源が死んだ時に片方の電源が生きているという、サーバー向けの電源です。はい、今ご紹介いただいたように、こちらはそうですね、サーバー用向けの電源ですので、外装からして、見て分かる通り、本当段ボールという、本当一風変わったデザインでなっております。私は個人的にはこのスタイルは非常に好みです。はい、こちらが開封後になります。付属品は、AC アダプターが2本付属しているだけです。マニュアル等も一切入っておりません。まず本体を見ていきたいと思います。こちらのケーブル種は、メインの24ピンに、補助ピンの8ピンに、ペリフェラル4ピンに、SATA、それに、GPU 用と、あとフロッピーとかの、そうですね、4ピン。で、この辺は普通の ATX 電源と共通です。さて、先ほど、ご紹介にもありました、片方が死んでも、また片方が生きているということを、分からない方もいると思いますので、ご紹介したいと思います。こちらの電源装置。ユニットがですね、このように取り外しができるんです。つまり同じのが2台入っています。こっちが壊れてもこっちが生きているという、サーバー用の、電源です。このようにちゃんとロックで、このように下も外すことができます。問題があった方だけを取り外すことにより、大きな大掛かりなメンテナンスをすることなく、サーバーとしての機能を保持することができます。じゃあそれでは、サーバー用の、オープンラックに、仮で取り付けをしてみたいと思います。今回は、あくまでも、仮組みということで、本来ボルトは3箇所固定するものなんですけれども、今回は1本でちょっとやってみたいと思います。こちらの電源はですね、取り付ける、ラックサーバーにもよるんですけれども、今回は、検証で仮組みを行うラックサーバーは、元のままでは取り付けができませんでしたので、こちらにあった接続用の金具を3箇所外したものがこちらです。で、こちらのものを今から仮組みで取り付けてみたいと思います。後ろでボルト1本で止めまして、あとは見にくいんですけれども、ここにボルトで固定することができますので、計3点止めが可能です。で、この取り付けた状態でもちゃんと電源装置を引き抜くことができます。